久しぶりだね、みおちゃん。主人と手紙？それは動画になってなかった。何も入れとくねーって。うん。俺はもうイメージはもう良さそうじゃないけどな。どうだ。どうだ。ただ出産と見たら一緒だ。一ヶ月前とか関係ないけど、ちょっとびっくりしてるよね。みおが多分出産とかでいろいろなんか。いやいや、しょうがない。すぐ触ってんだ。ちょっと触ってんだ。結構ありますね。いや、なんか俺触ってる気がするから。さっき車だとちょっと面白い。外食にするのです。何も答えなすよ。それさ、喧嘩した時の話をしようとしてる。あ、それ喧嘩。黙れ。はい。はい、オッケー。でーす。久しぶりだね、みおちゃん。久しぶりですね。本日6月の9日。なんで、ちょうどあと1ヶ月。出産。1ヶ月切ってるね。出産1ヶ月のみおちゃん。はい。翔くん。にプレゼントが届いております。ありがとうございます。社長からじゃないですね。俺からじゃないが届いております。確かに俺からだけど見たその顔が見た。一応あ、見た、はい、送ってきたの向こうから。うん、違う、ちょうどなんかインスタ見てたら、うん、載ってたから、うんうん、今日動画載りますみたいな感じ、うん、はい、はい、手紙から入ってる。手紙から手紙？それは動画になってなかった。なってたっすよ、おまけで。まずなかった。え、なってた。手紙あるよ。あ、手紙も書いたの。手紙書いてくれてた、おまけで。へえ。なんか、多分お菓子オーラーリーと相談しながら。お菓子しないで、ね、あ、指、あ、結婚指輪みたいな、指輪だ。え、あ、じゃ指輪になっとる。昔これちょっとつけて、はい、じゃあちょっとベタベタになるやつ。いやいや、指輪ついてるもん、ちゃんと。いただきます。俺と気持ちがいいけど、なんかすごい指しかないやつ。指これ今日はこれでちょっと話せばいいと思います。いや、ここしか買えない。指輪とか買ったの。いや、言うんから、うん、聞いてないですけど、うん、でも僕は思っちゃう、まあ、いいやろ、はい、僕は高いし、まあ、今時はそうらしいから。俺つけんしみたいな感じ。結婚指輪欲しくない。まあ、あればってそんな買ってよってことでもない。車、何これ、これどこになってた。なってたよ、これおまけでなってるんじゃないかな。どんぶり入れとくねって。うん、これ宝物らしいから、社長さん。あ、マジで、宝物っていうか、なんか、うん、なんか大事に飾ってあったやつの2つくれてる。そうですよ。ちゃんと紫だから、こっちに。あ、そうか、M8 のカラーなんだ、うん、あ、これはいいね。あ、M8 も好きだな、これは。あとこれだけだな、これ邪魔だな。さあさ、重たいからさ、しまわせていただきますわ。でもこれは YouTube でなんだっけ、ジョージさんにも出してる。え、これなんだ。なんかキーホルダーとシール、うん、なんかリュック、リュックにつけてねってキーホルダー。あー、子供の。あ、なんか言っとったな、それ。なんかステッカーもなんかに貼ってる。もう一つ目的だ、なんかお祝いで、お祝いでくれるって。ミオたちも何も選択もされてないんだよね。本当に急に動画で僕も見た感じなんで、もうちょっと今送ってこいよって。かわいい赤ちゃんサイズ。あ、でも、あ、あ、そういうこと。 MZ さんの服。あー、これちょっとだからつなぎだもんね。本当に赤ちゃんしか着れないやつ。そうだけど、生まれてすぐまだ着れないんだよ。最初生まれてすぐは首が座ってないから、首から通すやつは無理だよみたいな、うん、あ、そうなんだ。かわいい。これね、お客さんプレゼントのやつ、販売。これはミュート、これは特別に作ってくれてる。あ、マジ。服はね、マジ。こっちは販売してるみたいな感じだけど、うん、あ、これはもう特別に作ってくれた。そうそう、お祝いって言って。へぇー、これね、ロイキー長め着れないよな、これ、うん、パジャマにでも着てくださいみたいな。パジャマにでも着てくださいみたいな感じで、なんかチラッとこれだって夫婦で3人で着て出かけるMZ さんだね。いいですね。まあ、こちらで手つないでもこうやれよ。そうそう、だけどさ、季節考えてうちら長袖、こっち半袖だからさ、同じ時期に着れないし。確かに。MZ さん、社長。大丈夫ですか。あった、名前であった。沖沢さん。あ、沖沢さん。沖沢さん。大丈夫ですか。大丈夫ですか。いや、思ったな。これもなんかちゃんとブランドタグみたいなのついてるんで、そうすればいいやつ。生地熱い、今触ったら。うん、あのブランドイメージはあんまり良さそうじゃないけどな。ゴッタみたいな。ゴッタそれ言わないよ。宣伝したけど、なんか多分俺の気持ちなのか分からないよ。
加わった。まあ、高そうじゃないな。これは高そうだよね。じゃあちょっと手紙を読む？はい、読んでください。翔くんとみおちゃんへ。ささやかですが、MZ8 のオリジナルグッズから社長が選び送ります。ぜひ3人で来てね。赤ちゃんおめでとう。株式会社 MZ8 代表取締役あと。そう、マジで。いや、あのね、これ、ね、視聴者さ、結構年齢層高いからさ、やっぱ出産したい人がおるから、不妊娠して、ね、休むだろう。何も、もう、視界がどんどん迫ってだろう。ネットフリックスの 5% の、95% の旦那の、あら探しての。あら探しとかじゃないよ。靴下の動きましょうとかで文句言われるだろう。それは言わないですね。なんか家のことで言うとかじゃないよ。こうしてああしてとかで言うんじゃなくて、うん、なんかちょいちょいなんか普通でも今まで普通に絡んできたときに普通に乗っとったんだけど、ちょっとオフラインで来るから別に変わってない。普通に喋っとるんですよ。多分変わってないんだよね、翔さんは。今までミオが付き合ってきた中で多分今までずっと変わってないんだけど、ミオが多分あのなんか出産とかでいろいろなんか、いやいや、しょうがない。だから多分それ一個ずつ抜かすとから、それで見ると怒るの。どうやって怒るの？なんかその汚れたこととかに、え、それで何しに言ってきたのとか。あ、もうリアルに？ちょっと俺もうちょっとドキドキ。何しに言ってきたの？ここは何しに言ってきたの？だからなんかいちいちなんか喧嘩売ってんのみたいな見ようからしたよね。多分変わってないんだけど、翔さんは。今までと今までもそういう絡みとかしてたんですけど、例えば具体的に聞きたい、まだ何を言ったその最近覚えてくれた、太ったね、あ、太ったね、あ、最近太ったねで言ってくるじゃん、うん、だからそれは何が言いたいのって言ったら、いや、しょうがないんだけどとか言ってくる、しょうがないと思うんだったら言わんでとか言ってしょうがないんだけどでなんだ、ミオだって分かったんだって思って一番気にしたんだ、ミオだって言いたい、それが言いたいの、本当にガチ顔す、孫で笑いもこっちが気にしてることひどいっす、だから多分それは今までさ変わってないんです、ひどいっす、お前地球だけじゃんひどいっすって言ってお前天狗がやるひどいっすって言ってひどいっすって言うけど、うん、世間の妊娠した人からすればそういうこと言わなくてもいいじゃんっていうひどさがそっちにあるんだよ、ガチで言ってるわけじゃないから、ガチってか別に太ったねっていうのは悪口って言ったのかな、悪口だよ、いや悪口じゃないですよ、何が本当なんだろう、悪口です、嘘ついたら悪口じゃないですね、悪口じゃないです、悪口っていうかちょっかいかけなくて多分言ってくるんだって、そういうのちょっかいじゃないですか、じゃあただ悪口言ってるわけない、何か喋ってないのに関して、何か会話作ろうかみたいな、そんな分かるわ、ちょっかいでしょ、もうちょっかいでしょちょっかいでしょ僕体験したことないですけど、僕ももしかしたら言うかもしれないです、でだからその不祥事だねって気にしてるような言葉、別に何でもいいんだけど、そのずっといいのってなんか喋らんのも気まずいな、でもなんかピリピリしてんな、太った最近みたいな、そうっすね、感じの会話じゃない、そんな空気ピリピリしてるところじゃないじゃん、だってピリピリしてなくて、普通に俺はなんかピリピリしてるんだでも俺は今なんか気使ってそうだもん、なんかじゃあ行けなさって、まあ、前ややそういうのあんま感じないんだろうな、そう感じない、だって別になんか口で気ちっちゃいじゃん、俺もだけどあんなに厳しいんだよ、そうかな、いや顔がなんかさで、こうやって人前だから気にしてるだけで、人前だから気にしてるだけで、家だと別に気にしてない、自分であ、そうだ、結構でしょ、ね、まあ、停止カンパクってこうじゃねえからね、そんなにやっちゃう停止カンパクそれがもう停止カンパクじゃねえもうすでにそんなこんなところで俺停止カンパクとか言うやつ停止カンパクでも何でもねえだろ、まあ、で俺喧嘩するの、喧嘩するっていうか、でも闇が一方的に起こってることいつも結構最近一日で一回起こってるのか、朝から落としてないで、朝のこいつ朝早いじゃん、朝早いけど出て起きるよ、起きる起きる起きる、あ、朝起きるようにしてんだ、でもそれは妊娠前からでは一応
出迎えするんだ、出迎えとか、送り出しするんだ。とりあえずこいつは構ってちゃうんですよ。は？つながれたか。話を変えながら。こいつか、さっきまでお前、どまで、いい、ウドで、ミオちゃんちですか？ミオちゃん、ミオちゃんって、お前、ミオって、いないってことには、ミオちゃんって言うなよとか言って、もうやられとるやん、完全に。ミオちゃんとか言って。それも、文献会なの？勝負起こる。あ、うまくない。お願いします。あ、じゃあ、それ触ってんだ。ちょっと触ってんだ。結構やばいですね。いや、なんか俺、触ってる気がする。なんか、さっき車に行った時にちょっと重欲しいな、ほんと。寝てるよ、ちょっと、コンビニでなんか。うん、みたいな。うん、いいっすよ、みたいな。自分、オープンしてない？絶対私取ったのに、多分。いや、もうオープンしとるって言うと喧嘩になるから、もうオープンしてないっけみたいな。絶対しとってんだよね、多分。変に否定すると怒られるから、俺オープンしてないっけって感じで言っちゃうやつだろ。その通り。だから分かる分かる、俺めっちゃ思ったもん、あの時に。いや、こいつ絶対知ってんだろうなと思ったもん。じゃあ、そうやって言うけど、別にみんなの前とかでめっちゃ強く言ってくれる。みんなの前でも言えないでしょ、みんなの前でしか言えないでしょ。強くできてるなと思いながら、みたいな前でも、みんなの前ではやっぱ男立ててるミオちゃんは素晴らしいと僕は思うんですけど、立ててないでしょ。立ててない、言ってきてるわ。でも言ってきてるわで無視。あ、無視しない。あ、でもまあそんな感じで、あ、いや、いやんだ。家でもそんな別に前が上とかじゃないけど、基本上で、基本そうです、基本上で。うん、これ揺らぎが生じてるよ。お前は目見て、目見て、お前目見て、ちょっと引き横、お前が出るよ、お前。違う違う違う、見てたら吐き出した。目よ、めちゃめちゃ目を殺すよ。じゃあ調査の方見よう、見てもこれ見よう。見せるぜ、あの T シャツが。どうなの、どうなの。え、上か下っす、うん、完全にこっち上ですね。なんで？あ、じゃあでも上と下のさ、なんかあれがさ、ちょっとあんま分からんけど、例えばだって別になんかあれ持ってきて、あれこれ持ってきてとか、そういうの全部言ってくる。あ、もうあれご飯持ってきて、おかわりとか言える、おかわりとか言える、あ、言える、あ、全然、ちょ、ちょとか、うん、あ、全然そこは気に使わん、そこは、そこはってあとは何？あとは聞いてあげて、そういうことじゃない、そういうことじゃない、めちゃくちゃ教えてるじゃん。違う違う、聞いたとかじゃなくて、そこはじゃなくて、あとはどこで上下があるって。いや、じゃあ例えばもう家帰った、風呂は、まあ、まだ風呂掃除してない、はい、風呂入ってない、ちょっと風呂やってようか、そういうことです。言える、なんで風呂やってないんですか。言える、あ、じゃあ、なんか、あ、もうなんか言いすぎし、まあ、風呂入ってんな、なんか言いすぎや、もう自分でもう通帳しておこうみたいな、うん、飯作っとらんくて、でもいいよ、ね、で、外食にするのです、何もったいなすよ。それさ、喧嘩した時の話をしようとしてるんだっけ。あ、それ喧嘩黙れ、これはちょっと言ってくれたんですけど、話しちゃう、そう、全然言えてんだ、言えてんだ、でも一応、はい。あ、じゃあ飯とか、もう飯持ってこないでよ、はい、言ってますよ、みたいな。あ、もう飯持ってこないの普通ですよ、みたいな。別にキャンプリングはないけど、まあ、別に家ってことは、まあ別にストレス溜めてないのかなと思うけどな。だから多分その美穂が一方的に怒ることで溜まってるだけで。まあそれってなんか一瞬の喧嘩って別にさ、それはなんか別にストレスじゃない。その時イラッとするの、ストレスって。仲いいやつの喧嘩ってあんまりストレスがたまらない。それ言い返してきたら、うん、たまらんけど、言い返してくるともう全部折れてくれてるから。あ、溜めるタイプ、そこは溜めちゃうんだ。溜めるっていうか、もうすぐ謝って自分が間違ってないと思う、あ、間違ってると思うから。間違ってない時も、それは間違ってる時もありますけど、うんうん、基本全部謝って、めんどくさいから言われるのはめんどくさいんで。あ、でも結構仲いいんちゃうもん。いや、いや結構やっぱ出産やっぱ結構子供ちっちゃいうちは本当にやばいで。いや、喧嘩になったらもう多分、うまくいってる方だと思うけど。喧嘩ってどういう喧嘩って感じだけど、冷静が一番ないじゃん、無干渉みたいな、家庭内別居みたいな。そうそう、なんか言ったら怒るから、もうとにかく、ああ、もう本当に嫌いなやつってそうだな。そういう、なんかもう、ああ、いいっすよみたいな。いや、だけど、うん、喧嘩の内容がさ、家のことでこうしてほしい、ああしてほしいとかで喧嘩だったらさ、まだ言い返して喧嘩になるかもしれないけどさ、
ミオの場合怒ることがそこじゃなくてさ、なんかちょっかいかけてきて鬱陶しいこと言ってきた、それに対しての返しだから、ね、ちょっとイラッとするのかな、うん、そうだよ、なんで余裕ないんだよ、あもうストレスもあるわ、ストレスってもう怖い虫ですよ、あそれでストレスもあるから、でもそれを言い訳にしてるからね、で味だよ自分がお前さ、カメラを撮ったよ今ちょっとリピート再生で言い方と考え、そういう現象があるよね、そうです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 よね、でもそれを言い訳にしてるからね、でもそれを言い訳にしてるからね、でもそれを言い訳にしてるからね、いや、そうそう、だからその女の人がその誰これって言っても好きだからこれ言っていいよねって言えてる部分ってある、この人だから言える、そうそう、この人だから言える、怒ってもこれだ分かってくれるみたいな、うんうん、それがやっぱ女の人って思ってる、男の人ってあんま分かんないんですよ、面倒で怒られてもらう、そう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 、分かんないですね、でだから多分本当に食べてると思うよ、俺今日本当にすっげえ感じた、でそこをなんか話し合う場をすごい作った方がいいのかな、でも村も幸せ満々って感じじゃないですか、幸せ満々、うん、なんかそんな感じがする、甘い入れてるんだろうな、勝利ね、うん、それはあいい旦那だなって感じなんだろうな、あいい旦那かなんか、ね、それもなんかそうなんだよ、多分お前の中のいい旦那かなっていうのに100種類があるんだろうけど、俺らは1個しか取れるから、特に、まあ、俺はまあ多分何となく1個に取れるけど、それをみんなの前で言えるいい旦那かなって、うん、自慢できる、そう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 、だけど男からしたらなんかエッチになるみたいな、どういうことエッチになるの、エッチになる、また攻められてるみたいな、その脳を知ってる、これほんと NHK なんです、マジで検索して YouTube がないから、男と女にマリコンマッキーのカップルで脳を取る分かりつけて喋るじゃん、で女はじゃああんたあれじゃん、いつも口したらご飯食べかすにさ、ちゃんと食べないしさ、どうでさこうでさと言うわけじゃん、でこっちは、まあ、そうだな、それが俺の前に、それが俺の前に喋ってくれてね、女の人とそのカウンセラーみたいな、で、男はこんな感じ、まさにこんな感じ、喋らないみたいな、喋らないみたいな、普通に聞いて普通に対応してる、女の人はあーって言ってる、で、脳は分かるじゃん、女の人って平常心だよ、男ってなんで全然平常心だよ、で、こっちってちょっとそれに対してピュンピュンってやる、そういうこと、そう、その言うときに我慢してんじゃないって思って、どういうことか分かんないし、なんでそんなこれだってこうだろうみたいな意見だってあるじゃん、人間が、そうそうそう、それを我慢してそうだなって自分の俺とかも考えてるから、うん、いやー、わかんもうな、なんか何なんだろう、めんどくさいっていうか、めんどくさいっていう言葉もちょっといらんけど、何なんだろう、まあ、なんかそういうふうにもう訓練されすぎてるんじゃない、男ってさ、もう縦社会でずっと生きてるじゃん、会社も全部、社長絶対、例えば今で言ったら省も絶対じゃん、下も、でもその合ってるか間違ってるかっていう会話ってないじゃん、男同士って、はい、久々に美桜ちゃん出ていただいて、ありがとうございます、まあ出産1ヶ月前、一応、まあ、7月の前半だな、なんか竹の子も生まれてほしいな、もう生まれてね、見た電話で見せてくれて、まあ、向こうにおるから、めっちゃ低いよね、はい、じゃあ犬も後ろで暴れてますんで、はい、まあぼちぼち帰りましょうか、はい、じゃあせーの、まるでー